その音が丸く入っちゃってるな。うん、入ってるから。あ、ゲームダメダメ、入っちゃってる、キャスに流れてるから。そのまま切っといて、ポーズになるから大丈夫だね。そのまま閉じればいいんだよ、画面を。来たよー、大丈夫。あ、ちいさんいらっしゃい。はい、どうして、今、そう、生ライブです。ここにね、今ね、テロップに200トン生ライブって書いてありますけど、これは、以前まこちゃんが一人でこうストリートライブをやる前にね、あ、ライブハウスでこのゆうこは俺の嫁とまことマークさん2人でね、こういうのデュオっていうの、そう、2人でギターを持って、嫁がボーカル、まこちゃんが、コーラスですかね、それでやってたのが200トンっていう、この2人でやってたグループがあるんですよ。それが今日限りちょっと復活みたいな感じで。そう、大げさですね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 、大げさに行きましょう。いいでしょう、いただきましょう、それ、はい、俺この歌弾かないけどいいです。しょっぱり行かないのかよ。行かないの。じゃあまこちゃんからも。はい、ということでですね、200トンと申します、よろしくお願いします。生で見てる人には優子は俺の嫁が、こちらの方に映っておりますけども、俺映らないよ。今日はですね、あのヘラと愉快な仲間たちも、一緒にライブ会場に来ていただきまして、 うちの家族ですね。盛り上がってるかー、バカばっかりです。バカばっかり。本当だよ、バカばっかりだよ。僕はですね、いろんな声をしてきまして、いろんな出演をしてきましたけども、出演をするたんびに僕は携帯電話をぶっ壊したくなります。思い出にさよなら2008。30リットルぐらい汗を流してる。びちゃびちゃだわ、それ。びちゃびちゃです。それ一斗缶2本。床までびちゃびちゃだわ。はい、レパートリーが少ないんですよ。いや、だからまこちゃんの持ち歌でも。はい、持ち歌ももちろんね、あの、嫁はもう全部歌えるってさっき豪語しましたから。言ってない。強く出たね。もう全部歌えるからさ、うん、やろうよ。サイとかって言ってましたからね。おう、いいね。
、ファットマンラプソディという歌を歌いましょうか。こう見えて、僕たちビジュアル系なんですけども笑いが非常にですね、ビジュアル的に訴えるものがある、それすなわちビジュアル系ということですね。あのビジュアル系のビジュアル系で売ってるんですけれども、こんな太っちょの僕たちですけれども、はい、こんな太っちょも、恋をするんだというね、はい、非常に前向きな歌がございますので、これを歌いたいと思います、はい。前向きなのか、前向きな歌ですね。こんなに太っててもですね、あの首も短いんですけども、冬はお揃いのマフラーとかしちゃったりとかね。ああ、いいですね。浴びましょうか、二人にお揃いのマフラー。結構です。いやいやいや、いらねえ。俺ら二人がじゃねえよ。俺ら二人がお揃いのマフラーだよ。結構ですよ。いや、いいじゃない。俺と嫁でお揃いのマフラー、あの結構です、ファットマンラプソディという歌を歌いたいと思います。おデブちゃんの恋の歌です。笑った一年中タオルがかかす
と一人でも生きてゆけるから、嫁が死んでしまいます嫁が死んでしまいます。 TL 見ましょうかね、はい、じゃあね、初めからですか、ん、初めから全然読んでないよね、うん、読んでないですよ、そうだよね、どっからだどっからだ、あ、ちっさの来たよからだね、来たよーって生ライブアイコン直った、あ、直ってますね、おめでとうございますね、マハンターさんが始まったってね、皆さん拡散お願いします、レアなライブなんでね、ぜひツイッターに送信するにチェックを入れてコメントしてください、ちっさんよかったねーって、お父さんもいいの、お父さんもお母さんも弟も、嫁さんも小一の娘もさくちゃんもいますね、さくちゃんね、うん、マコバンさんって奈々ちゃんが言っとるよ、でフルさんがこんにちはっつって、あら通知は海坊さん、あら通知はって、私ねさっきねそれで通知入れました、俺その前にもなんか生ライブって入れたんだよ、うん、そうだね、テロップ入れたんだね、テロップの後に入れたんだ、200トン生ライブって一応入れました、私かっこまことバンド&ゆうこ俺の嫁ですね、ヨネですね、すいません、打ち間違いですね、で海坊さんがこのキャスの枠データチェックっつって、どういうこと？データチェックするそうです。ああ、なるほど。はい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 、はい。ワンダさんがデブ戦に受けるっつってね。まあそうですね。そうですね。曲のことかな。ありがとうございます。うん、で早木ちゃんが冬で普通に汗かく人だなっつって。そうですね。多分あの一ちゃんとかと同類ですこの二人。あのなんとなく一ちゃんのファッションで。そうですね。冬でも半袖オーバーオールみたいなね。定番でしょみたいな。食ったら汗かくよっつってね。で海坊さん笑ってますね。カズさんがこんにちはっつって。で悪魔さんがデブの会話っつって。間違ってないですね。奈々ちゃんが嫁さんの歌声、そう今日はねメインが嫁が歌ってます、ヨネが歌ってます、ヨネヨネヨネつってね、カズさんもパチ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 ありがとうございます、拍手ありがとうございます、奈々ちゃんもパチパチしてね、シルさんも、で悪魔さんがデブの歌つって、そうデブの歌、ファットマンラプソディね、デブの歌、ワンダーさんがこのライブ YouTube にアップしてもいいでしょうかって、どうぞどうぞどうぞしちゃってください、お好きなようにお好きなように、でヘラ家族、ヘラ家、皆さんの声が YouTube にアップされるそうです、そうですよ、イエーイ、入りますよ、あ、来ました来ました、黒い弟も来ましたね、別居中の弟も来ましたね、別居中別居中ね連呼するんですよ、いいんですか、ヘラ家ほんと全員集合、いいです、犬だけですね来てないの、うん、ヨネさん最高っつってね、そう嫁の声何気にいいでしょ、そう200トン生ライブ、そうです200トン生ライブね、皆さん拡散お願いします、ありがとうございます、ね、はい、ということでありがとうございます、はい、皆さん行きましたね上まで、はい、次ははい、次の曲はですね、僕の右ポケットという歌を歌ってみたいと思います、熟年夫婦、熟年カップルにぴったりの曲でございます、違うでしょいや、本当さんです、出会った頃のドキドキと、少し時が経った後の、ドキドキは違うんじゃないか、そんなところをテーマに、作った歌でございます、はい、僕はですね、地元で、ライブバーに勤めていたことがございまして、はい、それが、とある、関越自動車道の、側道沿いにありました、そのお店が出てきます、なるほど、この中に、はい、僕の右ポケットという歌を歌います、皆さんの今の右ポケットには何が入ってますか、聞いてください、僕の右ポケットです
ありがとうございました。ありがとうございました。僕の右ポケットですね。ありがとうございます。子供の声も入ってますけど。いいんじゃないですか。もうね、本当ね、うち中でね、正面に座って見てます。もうみんな拾うからね、声。今、さくちゃんの声入ってるよ。全国廃止。ああ、それ抜いたらいけません。嫁死にまーす。扇風機止まっちゃいます。白いの抜いても終わっちゃいます。そうですね。そう、黄色いのダメだし、白いのダメですね。どっちもアウトです。はい、次何行きます？ちょっと休みます？嫁だよね。問題は嫁だよ。問題したら、まあそんなに長くならない。あと2、3曲にしましょうかね。そうですね、そうですね。とりあえずマコトバンドさん1曲なんか。じゃあマコちゃんで1曲。疲れた聞こえました。いただきました。疲れた嫁の疲れた聞こえました。みんなの歌を歌いましょう。さあ、うちの娘からリクエスト入りましたね。はい、僕は世界の果てまで、届くように歌を歌いたいと、常日頃思っておりますけれども、はい、世界の果てってどこなのかなって考えたことありますか、はい、あやちゃん。世界、地球ってまん丸なので、きっと世界の果てってずっと行くと一番自分の近くにこう来るんじゃないかなと。だから僕は今一番近くにいるあやちゃんのために歌いたいと思います、世界の果てまで届くように、この歌を歌いたいと思います。みんなの歌。やまない雨がないように、明けない夜がないように、君が涙の時にはどこにでも飛んでいくね、僕は君の味方、でもどこにいてもって言うけど、例えば私が世界の果てにいたとしたらどうするって拗ねた。でも地球は丸いからきっと世界¡Gracias!
した。もしもし、あの電話入ってますけど全部音声外でやってくださいありがとうございます。そうです、別居中の、はい、別居中言うな私じゃないからね、悪魔さんだからね。ちょっと TL をどうぞ読んでいきますかね。で、どこまで読んだっけな。ヨネさん最高ありがとうございますまでですね。で、悪魔さんがもう亡くなったけどって、ヨネバージョン、そうですね、ヨネバージョン。今誠バンドさんでしたね、みんなの歌誠バージョンさん、まあ、本家の歌でした。で、いい歌だっつっていい曲、そうですね、歌詞も素晴らしいですね。そう、僕の右ポケットという曲の後に、誠バンドさんでみんなの歌でしたね。ライブ最高ですね。嫁様の声大好き、みなとさんからいただきました。嫁様の声大好き、はい、嫁様の声が大好き、大好き、ありがとうございます、はいはい、嫁さん頑張れっつってパチ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 ね。で、やかちゃん、やかちゃんいらっしゃい、こんにちは、お疲れ様ですっつってね。お疲れっす、いますよいますよ、嫁と誠バンドさんいます、ここに。はいはいはい、だろう、ね、あ、音声入ってるね、音声入ってるね、ちょっと待ってね。微笑みタイムラインは最後に撮っておきます。なるほど、あと2曲にします、うん、もうシワシワになってきました。シワシワ疲れた、汗でシワシワに疲れた、言うな嫁ちょっと言ってるね。こんにちは、まあ、リップは読みません、リップは飛ばしますね。このうちはですね、窓の外からですね、どんどんビールが間違いないね、飲んでくる、間違いない、飲むしかない、あの野音です、野音、野音ですね、うん、そうですね。いや、このね、店の中で焼肉もやったことあります、バーベキュー。いいですね、いいですね雨降ってるから中でやろうかっつってね、はい、で、悪魔さんがね、微笑みさいーっつってるよ。サイ微笑み、どうします。じゃあ、嫁が頑張ってサイを歌います。初めて歌うんだよ、サイ。おっと、っ嫁バージョンで、そういうのいいんじゃないか。で、座長がね、荷物は歌わないんですか。荷物はまあ、曲数にちょっと限りがあるので、どうします。これは嫁具合ですね。分かった、じゃあサイ歌って、うん、サイ歌って、うん、誠バースは一人で荷物歌って、うん、タイムライン歌うか。なるほど、時間何分あるの。ね、延長コインが入ってるので、はい、30分いけます、はいはい、大丈夫ですね。とりあえずは、ま、残り3曲ということで、じゃあやってみましょう。はい、さ、なんすか。サイですね。サイですか。嫁がサイでしょ。嫁がサイの、まこちゃんが荷物で、最後2人で微笑みタイムラインですかね。はい、入れる、入るから。ゲップ出そう。あの角の向こう3秒先の未来さえ僕は知らない、
楽ゆっくりと目をつぶって大きく息を吸い込むやっと吐き出した僕の声が雑踏に溶けてゆく。君のどこまで歳でした。頑張って嫁が初めて歌いました。はい、お疲れ様。汗だくです。長いもんなこれな。長いですね。長い。はい、長いです。はい、ということで、次は応援歌を歌いたいと思います。はい、皆さん重たい荷物、重たくない荷物、うんうん、いろんな荷物を背負っていると思います。人生ではね、別居中の人もいます。そうそう、君だ。まこさん一言いい。多いね。そんな、いろんな荷物を皆さん背負ってると思いますけど、病気の人も怪我で入院する人もいる。はい、僕もね、指を失って指が短くなってしまいましたけれども、いろんな荷物を背負って皆さん生きてると思いますけれども、その、荷物を今日こうやって楽しく歌を聴いてるときは、みんなここにちょっと下ろして。みんな一緒に楽しんでいただければいいなと思っていつも歌っております。はい、荷物という歌を歌いたいと思います。はい、ワン、ツー、ソン、ホイ。少しの間見失ってただけだ。
はない、君は必要とされここにいる、それだけが変わらぬ現実、無駄なことなんて何一つこの世にはありはしない、みんなそれぞれ削り合って磨かれてゆくから、足跡一つ一つが君の存在の証、風にかき消されないようにしっかりと踏みしめて、光が差し込む方へ、さあ今ここへここへおいで、涙を拭いて消したい過去さえ全部受け止めてあげるよ、常識に縛られ求めることもできずに強がってたあの日にも感謝して、さあ今ここへここへおいで、涙を拭いて重たい荷物を全部下ろしても、もう一回、はい、さあ今ここへここへおいで、涙を拭いて、みんなが歌うまでやります、でした。どうですか。どうですかこの感じ。やばくないですか。まだまだ聞いていたいけどラスト1曲です。ラストはどっちが歌うのかな。嫁です。嫁が歌う微笑みタイムラインですね。私もまあ iTunes の方にあの嫁バージョンのね微笑みタイムラインは入ってるんですけど、かけるとおいやめろ。いつも嫁が TL を上げてくるっていうね、うん、でもかけますよ私かけますよ、うん、なんか気づけば蛍の光が、ね、流れてますねもう閉店ですよーすね、帰りやがれっつって、うん、みんな帰りやがれっつって、最後の1曲ですよ、最後の1曲、今計136人、閲覧が139名、すごいね、すごいですね、40名になりましたね、暇ですね皆さん、皆さん暇人ですねバカばっかりですねバカばっかりです、でもうあの昼間から酒を飲んでいい日ですからね、そうですね、お盆なので皆さん片手ビール片手にどうですか飲みましょう飲みましょう、ね、そうですね、背負っている荷物も軽くなる思いです、はい、分かります、ちょっと休んでいいんだなって思いますよね、これ聞くとね、まあ、これから僕たちもね宴が待ってるということですので、はい、今日うちでバーベキューやります、ありがとうございます、はい、本当にね、あのたらふく食ったらいいじゃないですか、僕らの肉を焼かれないように全力で気をつけたいと思います、そう、まこちゃんと嫁の丸焼きです今日は食べたくないね、やだっつって、みんな燃えちゃうよみんな燃えちゃうよそれ、はい、ということで、歌いたいと思います、はい、微笑みタイムラインを歌いたいと思います、こうやって、画面の向こうで皆さん、今日も出会ってくれて本当にありがとうございます、画面のこちら側でも皆さん出会ってくれて本当にありがとうございます、ありがとうございます、画面、今日初めてご家族の方たちにヘラネーのご家族の方たちには出会ったんですけども、でも、なぜか、キャスのキャス上で、パパと面識があったりとか不思議な状況が、ありますけれども、
本当にこのツイッターという、そしてね、ツイキャスというこのツールを通していろんな人と出会えていることを本当に僕は嬉しく思っております。まだ出会ったことない人たくさん、この画面の向こうにいますけれども、今日もその出会ったことない一人一人の顔を、思い浮かべながら歌いたいと思います。本当に今日も出会ってくれてありがとう、つながってくれてありがとうございました。微笑みタイムライン嫁バージョンです。弾いてください。ねえ、恥ずかしいからマスクつけてみた。画面越しに君がはにかんで笑う。ああ読みないから気づかなかったって、軽いジョークで聞き流して僕も笑う。四角い画面見つめながら思わず心に焼けちゃうのは、今確かに君と繋がってるから。無機質な画面の中から溢れ出す君の気持ち、紡ぎ出す言葉のメロディーが僕の元まで繋がってるよ。Thank you.
でね、あのこのライブ放送は終わりで終了ですね。はい、どうも皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。あ、ボビーさんいつもありがとうございます。僕のキャスにも見てくれたりしてると思います。ありがとうございます。いつも皆さんもねコメントありがとうございました。あまりねちょっと TL の方読んでられなかったんですが、はい、はい、ちゃんと後でねみんなで読みたいと思います。はい、読みます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まだ宴は続くということでございまして、皆さん、そうですね、ありがとう、ありがとう。今日はお盆ですけれども、先祖の霊を、ちゃんと、沈めた後は、そうですね、あのまこちゃんと嫁ちょっと線香あげてもらおうかな。飲んだり歌ったり楽しんでください。皆さん休日を楽しんでください。ありがとうございました。はい、まあ、これからね自宅であの家族とですけどバーベキューをしたいと思います。まあ、肉の買い出しもねまたこの感じでいくので、まあ、キャスやるのかやらないのか。買い物キャスやろう、やろうか。やろう。じゃあ嫁は後ろ歩いてもらって。いいよ、あ、そうだね、映っちゃうからね。そうだね、うん、そうね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 、行ってきなよ、二人で。俺片付けてるから。いや、そしたら私しかできない。まあ、いや、とりあえずありがとうございました。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ぜひ、ゆうこは俺の嫁、そしてね、まことバンドのキャスもぜひ皆さん楽しんでください。はい、ね、今日はよあのヘラネーのキャスで、あの、そうですね、ゆうこは俺の嫁、そして私、まことバンドもキャスをやっておりますので、はい、ぜひとも楽しんでください。はい、ありがとうございました。じゃあ、一旦切ります。はい、ありがとうございました。皆さん、また遊びに来てください。ありがとうございます。バイバイ。